サバ深夜のハーフタイムラディオ勝ちました。いやー、すごかった。強かったな。フィジーも、サモアも強かったけど、日本勝ちました。これで、あとはアルゼンチンを倒して、決勝リーグ行きます。一人祝勝会。あ、なんかマネージャー入ってる。ミッキー。それもね、今こっちもう12時。もう眠たいんで、帰ってきました。よいしょ、これ何これ。あれ、なんだろう。ちょっとお腹空いたんで、ケバブだけ。もう飯も食わんとね。飯食ったら眠たなるんで。飯食わんと。見てました。ブラゴリー。カボニシさん。レオロマン。ヨネダ2000。これしっかり、もうここはスポンサーの、あっちじゃなくて、手に書いていきましたけど。皆さん。まあ、試合も。よかった。もちろん良かったんですけど。映りましたね。かっこよかった。オープンします。いやー、ポテト!ケバブ!いやー、腹減った。チートデイみたいな。チートデイ。あ、お腹出てきた。へっこめろ。まあ、ちょっと完全に家にジャージ。やっぱ提供ジャージ、良かったな。好評やった。エレバーマン。でも、うまっ。うまいな、ここ。自分一人で飲まないんで、コーラで。おう。うますぎる。うますぎる。ちょっとね、今日。また連絡来まして、いろいろと。まず今日買って嬉しかったのは、やっぱ買ってるからこれも、なんか、みたいになりますから。ぜひ、サムネ見てください。いや、ほんで日本代表も、今日もトライシーンもあったし、ちょっとあんま興奮してて、あんま試合、もう一回見たいな。ちゃんと見たいな。あんま覚えてないわ。みんなでも一回目はそうやと思います。日本にいたってもう4時やから、覚えてないでしょ。やっぱ、めちゃくちゃええ席あって、んで、終わった後も、選手の顔見えましたけど、みんな笑顔やった。ちょっとやっぱイングランド戦はね、笑顔が近くで見えなかったですけど、今日はみんなの笑顔見れてよかった。堀江さんとかもおったし、坂手もちょっと喋れたし。両党の家族毎回会うな。ありがたいですね。なんか逆にこの、フランス期間、まあ自分はもう4試合全部行く言ってるんですけど、やっぱ結構いろんな方も、なんか、会いますね。また会いましたね、みたいな。なんかいいな、あれ。また会いましたね。今日はでも静かです、街は。これいただきます。うまそう。うん。あ、チーズ入ってるやん。うん。うまっ。ちょっと辛いか。いや、うまいな。マクド食おうとしたんですけど、ちょっとマクドじゃなんか寂しいな思ったんで。やっぱこう。ほんで、うまっ。うまけば。現地の人に教えてもらいました。美味しいとこないって言ったら、ここ美味しいよって。うん。うん。ちょっと辛いな。辛っ。辛っこれ。はい。なんか、日本人サポーターの海外の方がおられて、おすすめられて、スパイシー。日本人なら大丈夫さ、みたいな。辛っ。いや、うまいけど。明日腹壊すかな、これ。の、マンオブザマッチ。レメキ選手。2回連続らしいですね。サモア戦で。マンオブザマッチ。ちょっとやっぱうまいな。
ケバブ。なんか日本のケバブとちゃうんですよね。重厚感が。日本のケバブちょっと軽く感じますね、今思えば。なんでなの？粉ってか、皮が。やっぱその、久しぶりに連絡くんの嬉しいな。友達か。見たです。結構見てくれてる。ラグビーを。俺がもし逆の時だと4時起きるか。ラグビーせっかくこんなもんやってたら。みんなお仕事あるしね。明日。今日か。うん。でも次のアルゼンチン戦は、何やったっけ。早い時間でした、確か。マジで、あんちゃん勝利の女神やな。朝のあんなちゃん。今日会って、来られてて。もうすぐ帰るらしいんですけど。勝利の女神や。あんな。演技が、元気だし。今日もでも、イングランド戦より日本人多かったかな。まあ多いんですけど、なんか若い方もようおられたイメージですね、今日は。かっか。日本のケバブ、ささいですね。うん。この提供ジャージ、やっぱかっこええな。今、あんだ、サルライナー。やっぱ、そうだ、サム、すごかったな。ああ。日本人みんなあったかいです。こっちに来てる方も、会う人、会う人。勝ったし、みんな笑顔やったし。で、負けた。いや、俺がもしサモア側のサポート、今日負けたらもう無理か、サモア。それでもやっぱ日本を祝福してくれてすごいことやなと思いますね。いやー、あれはできる。俺には。俺って悔しい顔出ちゃう、やっぱり。素晴らしい、国民性が。でも、よかった。次のアルゼンチン戦。楽しみやな。まぁ、ちょっと、あ、デイデイ。あ、そっか、これ見るときもデイデイもう終わってるから。なんか、おはよう朝日でも今日。出たかったの、おはよう朝日。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。おはよう朝日で今日ちょっと自分の映像が映ってたよ。ま、喋り出したらもうね、もうすごい。今日でもやっぱサモア。サモアです。強い。グッて前歯がサモアのスクラムのように強いです。やっぱでも今日荒川さんがなんか、なんかし、ゲストをやって、おはよう朝日。深夜の話をしてくれてたらしくて。ちょっと見たいな、おはよう朝日。おはよう朝日とかちっちゃい頃ずっと見てたからな。出たかった。やっぱ自分大阪来た時にこのせやねん、おはよう朝日とか、その見てたテレビに出れないっていうのはちょっと東京出るとき悲しかったですけど。まあ今みたいに荒川さんみたいに売れたら出れるパターンもあるんで頑張ります。でも今日は、もう日本の勝利はもちろん、そして深夜の、どうや。ドヤマッスルポーズ。痺れるね。痺れるね。戸田さん風に言うと。ちょっとね、このメインスポンサーたちにあまり映ってないんですけど、今日は。で、川西さんだけちょっとチラッと映ってましたね。でも、次回。そこ、ソックスで、靴下で即席で作ったんで、もっとちゃんと作ります。次回の試合は。次回もちょっと提供でいこうかな。ジャパンでもいいな、最後。バツって勝って、ほんで決勝どうなんて言ってほしいし。ジャパンありやな。まぁ、ちょっとそれ考えます。まぁ、その間にちょっと、オールブラックスの試合とか見に行けるんで、フランス、もう頑張って取りたいな。でももう皆さん、今日はもう、喜びましょう !Yeah! 提供。提供魂。じゃあ明日もトゥールーズでかな、明日は。ゆっくり楽しみたいと思います。また会おう。約束だ。深夜です。チャンネルトライ、高評価トライ、お願いします。